運の疑問の金塊「行者。タバコ屋の前まで来ると私は色ガラスの輝く小窓からチェリーを買った一本を口にくわえてマッチの火を近づけながら窓ガラスの上に注目すると。 向かいの洋菓子店の明るいウィンドウが映っていたそのショーウィンドウのそばには2人ずれの変な男が肩と肩とを並べて身動きもせずこちらをじーっとにらんでいるのが見えた「どこまでもつけてくる気だな私はムラムラと後ろを振り返ってバカと叫びたくなるのをやっとこらえた」 この尾行者のあるのに気がついたのは浜の銀座といわれるあのにぎやかな伊勢崎町で夜食をとりふらりと外へ出た直後のことだったそれから橋を渡り暗い公園を抜けこの山下町に入り込んできてもこの執念深い尾行者たちは一向退散の模様がないのである腕の夜行時計を見ると問題の11時にもう間もない15分前ではないか ぐずぐずしているとせっかくの大事な用事に間に合わなくなってしまう11時になるまでにこいつら2人を負けるだろうかこれが銀座ならどんな抜け道だって知っているが浜と来ると子供時代住んでいた時とすっかり勝手が違っていた大震災で建物の形が変わり妙なところに真っ暗な広々した空き地がぽっかり空いていたりなどして全く勝手が違う この形勢では尾行者たちに勝利がいってしまいそうだ残るはこれから少し行ったところにさらに暗い海岸通りがあるがその辺りの闇を利用して何とか脱走することであるそんなことを考え考え前進していくうちに向こうに街角が見えた私は大きな息を下っ腹いっぱいに吸い込むと「脱走は今である」とばかり くるりと街角を曲がったそして一目散に駆け出そうとする鼻先へ不意に人が現れた「おいマサ待った!」その声には聞き覚えがあった「これはいかん」と引き返そうとすると後ろからまた一人が追いすがった私はとうとう挟み撃ちになってしまった「しまった」と思ったがもう遅い。 まさ、妙なところだよな2二人はかねて顔なじみの警視庁合理がか係の刑事で折石と山城氏とだったいや顔なじみというよりももっとうるさい仲だったと言った方がいい私はチェリーを一本抜いて口にくわえた「話がある」「ちょっと顔を貸してくれ」 嵐って何ですいやあ、手間は取らさんさ。刑事は猫なで声を出して言った。旦那方、私は真面目に言った。銀座の金海は、私がやったのじゃありませんぜ。何君だと言いえしないよ。刑事はくすぐったそうに苦笑した。 おそらくあの有名な銀座の金塊事件を知らない人はあるまいが事件というのは今から10日ほど前銀座第一の花村貴金属店の飾り窓から大胆にもそこに陳列してあった9万円の金塊を奪って逃げたという金塊強奪事件である犯人は前から計画していたものらしく人気のない早朝を選びショーウィンドウに近づくと いきなり小脇に抱えていたハトロンシ包みのレンガを振り上げショーウィンドをめがけて投げつけたガチャーンと大きな音がしてガラスには大穴が開いたがすかさず手を入れて9万円の金塊をつかむと貴重のようにその場から逃げ去ったそれから10日目の今日まで犯人はついに逮捕されない何しろ早朝のことだったから目撃した市民も意外に少ない 手がかりを探したが、が一向に有力ななのが集まらない。事件は全く迷宮に入ってしまった警視庁は連日新聞記事の巨壇をくらって不機嫌の度を深めていったその際に本庁の合理規範の2刑事があるばる浜まで遠征してきたのは誰が考えたって「ははあ、近海事件のためだな」と気がつく。 そう信用してくださるのなら話はまた別の木に願いましょう今夜はこれでだいぶ老けすぎていますからね私は軽く突っぱねた時計をそっと見るとすでにもう11時に間がない私は気が気でない嫌に逃げるじゃないかと執念深い刑事はかえって絡みついてきたところで一つ尋ねるが 赤 V センターを見かけなかったかセンタがどうかしたんですか余計なことを聞くな貴様センターとどこで会ったいつのことだ旦那方私は浜のセンターの番をするくらいなら今時こんな場所を一人で歩いちゃいませんぜと私はちょっと嘘をついたふざけるな じゃあ聞くが銀座虫子の坊っちゃんが貸しを変えてなぜ浜くんだりまで来ているんだ坊っちゃんまさ。それは私にいつの間にかつけられた通りなだったもちろんかねて顔なじみの二刑事が覚えているのもせんないことだろうだが岩でもその名前を呼びかけられりゃいくらここは浜だって小さくなっていられるものかと私はムッとした だがそのムッとするのが私の悪い病気なのだ現に銀座を出て単身この浜に流れてきたのも所詮は大きいムッとするのを感じたせいではなかったか伝統の銀座を浜のやつらに荒らされてたまるものかい若い私には舞台にそいつが尺に触った私は 狙う相手から狙うものを巻き上げてしまわなければ死んでも銀座には帰らないと腹を決めているのだでその大事の前に顔なじみの刑事なんかとケンカをしてはつまらないではないか我慢をしろおい何とか言えよ黙ってちゃダメじゃないか2人の刑事はじりじりと左右から肉薄してきた 相手の目は乱と輝いた。私を大きな獲物と見込んでどうしても物にしようという真剣さが見えるこれは簡単に済まないぞおとなしく身を任して機会を待つかそれともさっと相手の足を払って出るか不気味な沈黙が三人の息を止めたとその時だったキャーと たまにえる異様な悲鳴が突然に闇を破って聞こえた。どうやら向こうの通りらしい。途端に向こうに見える時計台から、ボーン、ボーンと、11時を知らせる寝ぼけたような音が響いてきた。ああ、11時。あの時刻だ。私は、 ドーンと胸をつかれたような激動を感じた金貨を握った死体おっ事件だぞすぐそこだ行くか2二人の刑事は顔を衝突せばかりに近づけてお互いに腕をつかみ合ったすぐ行こう だが、こいつをどうするああ。さあ、どうする刑事は私の処置をどうしたものかとためらった。逃げませんよ、私は。と、玄関に答えた。一緒に行ってあげましょう。お前も行くか。どうか、そうしてくれ。刑事はほっとため息をついた。 私はわざと先頭になって駆け出した刑事も横合いから泳ぐように力走した真っ暗な広い空き地に出た向こうにポツンと2階建てらしい倉庫のようなものが立っているが明かりもない真っ黒な建物だ悲鳴はその辺りから起こったように思われる私は全面を注視しながら走った沈黙の倉庫の前まで来ると 向こうに火の消えた街灯の柱が何事か言いたげに立っていたその下に長々と横たわっている黒いものがあった旦那方あそこに一軒らしいものが見えますせ刑事は私の方に体をすり寄せてきたうん伸びているようだなそれ 3人はバラバラとその方に近づいた刑事の手から懐中電灯の光がパッと流れ出したその光は直ちに地上に服している怪しい男の姿を捉えた雨上がりの南嶺の路面に青白い右腕がニューっと伸びていて一面に黒い泥がなすりついていると思ったらそれは真っ赤な血痕だった。 水色のアルパカの上着にもポンプで注ぎかけたような血の跡がまったく愚たらしい光景だった刑事は倒れている若い男の横顔を照らしてみた顔は血の毛を失ってただ太い眉毛と長い鼻とが残っていた歯をむき出した唇は泥をかんでいたと 刑事が叫んだあっこりゃあ赤 V のセンタじゃないか赤 V のセンタセンタといえば刑事ジ達がさっき私に聞いたところの浜の不良でカンカントラの一味なのだそうだセンタだすっかり顔形が違っている感じだがセンタに違いない誰がやったんだろう 二人の刑事はそこで顔を見合わせると意味ありげに後ろに立っている私の顔をじろりと睨んだセンタだってことはお二人より先にこっちが知っていたさっきあの悲鳴を聞いた瞬間にセンタ目ナムアミダブツと口の中で唱えたほどだ死んでいるとうとうやられたのだ全くひどい 後頭部から背中にかけて弾を撃ち込んだな銃声は聞こえなかったがどこから撃ったのだろう刑事はうずくまったままはるか向こうの辻を透かしてみたそこは水底にすくんだハイトのように犬一匹走っていなかった逃げるなら今のうちだったしかし私は別に逃げようとはしなかった 刑事たちはせっかく探し求めていた浜ギャングの一人赤 V のセンタがついに無残な死体となって発見されたのでただもう残念でたまらないというふうに見えた2人は諦めかねたものかなおも死体をいじくり回していたおやなんか手の中に握っているぞと突然にオリー刑事が叫んだ何握っているって よし開けてみろ山城刑事は懐中電灯をパッと差しつけた死体の右手はつぼみのようにかたく指を折り曲げていた折井刑事はうんうん言いながらそれを小指の方から一本一本外していったうん取れたうわこれはなんだ金じゃないか てののからはる金貨が出てきて刑事たちはにわかに緊張した銀座の金塊盗難事件以来というものは黄金を探し歩いた2人だその黄金製品である金貨が 死体となった赤 V センタの焼酎から発見されたということは極めて深い意味があるように思われたのだったそれにしてもそれが外国金貨とは何事だ旦那方私は立ったままで言った金貨が落ちていますよほらそこともう一つこっちにも何金貨が落ちている 本当だ。刑事たちは死体から目を離すと地面をかぐようにして路面をはい回った同じような3つの金貨が拾い上げられた1つは死体の伸ばした右手から1尺ほど前方にもう1つは消えている街灯の根っこにそれから最後の1つは倉庫のような荒れ果てた建物のすぐそばに。 たくさんの金貨だ。これは一体どういうのだろうなこの金貨とセンタ殺害とはどんな関係があるのだろうそれからあの金塊事件とは刑事たちは次々と出てくる疑問をどこから解いたものかと大変当惑しているふうだった旦那方金貨はまだまだ出てきますぜ。と私は センターのズボンの右ポケットから裸のままの貨幣をつかみ出した銅貨や銀貨の中に混じってさらにピカピカ光る5枚の金貨が現れたおい余計なことをするなとオリー刑事はちょっとロウの色を見せて怒鳴ったがもうないか金貨はと息せき込んだどれどれ 代わって山城刑事がポケットというポケットに手をつき込んだがそのあとは金貨が出てこなかった全部でちょうど10枚の金貨が出てきたわけだったこれは少なくとも4500円にはなる代物だと折井刑事は目を見張ってセンタの持ち物としては確かに異常ありだね山城くんもっと持っていたんではないかね と山城は目をきろりと光らせたセンタのやつここで強奪にやったのじゃないかだから金貨が道にこぼれている強奪にやったのならなぜ金貨がこぼれ残っているのだそれに我々が駆けつけた時にも別に金貨を探しているような人影も見えなかったそりゃ君センタを殺したからさ いいかね、センタは数人のギャングに取り囲まれたのだ前にいたやつがセンタの握っている金貨を奪おうとした取られまいと思って格闘するうちに手から金貨がバラバラと転がったのさ手強わいと見て背後にいた仲間がピストルをぶっ放したというわけだ前にいたやつはセンタを殺すつもりはなかったセンタの倒れたのに驚いて あの金貨は放棄していち早く逃げ出したのだ。見つかっちゃ大変というのでね。これはおかしい。と、オリー刑事は叫んだ。第一に、格闘だと言ってもその証拠がないよ。入り乱れた靴の跡もなしさ。第二に、前から脅迫しているのに後ろから撃ったのでは、前にいる同じ仲間の奴にピストルが当たりゃしないかね 僕はそんなことじゃないと思うよ。じゃあどう思う僕のはこうだセンタのやつここまで来て金貨を数えていたのだここは人通りもない暗いところだけれど向こうの町の明かりがかすかにさしているのでピカピカしている金貨なら数えられるそこをはるか後ろからつけてきたやつがピストルをパンパンと放して ポンポンなんて聞こえなかったもっとも俺は消音ピストルだと思っているがとにかくはるか後方から放ったのだ見たまえこの弾痕を弾は打ち込んだままで外へは抜けていない背後近くで撃てばこんな柔らかい首の辺りなら弾が突き抜けるだろう刑事たちはその筋へ警報することもしないで勝手な議論を戦わした それは諸葛警察署へ急報するまでに事件の性質をはっきり飲み込んでできるならば2人でもって手柄を立てたかったのであるそれは刑事たちにとって無理もない欲望だったしそれに2人が本庁を離れはるばるこの浜くんだダリーへ入り込んでからこっち2人でなめ合った数々の新参が彼らを一層野心的にしていた私は先ほどから2人の目を避けて 死体の横たわっている付近をマッチの明かりを頼りに探していたそうしてようやくああこれだと思うものを見つけたのだったそれは地面にあいた小さい穴だったこれさえあればセンタ殺害の謎は一部解けるというものだねえ旦那方と私は 論争に夢中になっている刑事たちに呼びかけた荒れ倉庫の秘密なんだと刑事はびっくりしたらしく私を振り返った「ノールズ一つここらで手柄を立ててみる気はありませんか?なんだど」。だ 名前気な口を聞くないすてきな手柄が嫌ならしようがないが刑事二人はちょっと顔を見合わせていたがやがてがらりと違った調子でなんだか知らないが聞こうじゃないか聞いてやろうとおっしゃるのですかいははは。<laughs> まあそれはいいとして旦那方私は犯人の居所を知っていますよ 何犯人の居所犯人は誰だ犯人は誰だか知らない。だが、犯人の居所だけは知っているんですよ。ほら、ここに真っ暗な崩れかかったような倉庫がありますね。犯人は、この中にいるのですよ。なぜだどうしてこの中へ逃げ込んだというのだ しゃべっていると犯人が逃げ出しますよしかし我々は意味もないのに動けないよじゃあ簡単に言いましょう今センターのポケットから出た5枚の金貨ですかねあの金貨には泥がついていたのをご存知ですかもう一つはそこに錆びた五寸釘を立てておきましたが路面に垂直に小さい穴が開いていますよ 刑事たちは目をパチクリさせて地面にしゃがむとそのさびたくぎをのけて太い箸を突っ込んだほどの縦穴をのぞき込んだこれはピストルの玉が入っているのですよ今掘り出してみましょう私はくぎの先で穴をどんどん掘ったすると案の定下からニッケル色の玉がコロリと出てきた は,はあ、なるほど。刑事は驚きの声を放った。これはなぜだいいですか上を向いちゃ犯人が気づきますよ。下を向いていてください。犯人は倉庫の2階の窓からセンタを撃ったのです。そりゃあ変だ。センタは後ろから撃たれている。いいえ。 傷はあれででいいのです。センタのポケットに入っていた金貨は泥がついていたでしょうセンタの野郎はあの金貨をみんなこの地面から拾ったのですだから泥がついているんです金貨は同じ倉庫の2階から犯人が投げたのですセンタがそれを拾おうと思って地面にはわんばかりにうずくまったんです いいですか、そこを犯人は待っていたのですちょうど我々が今こうしているこの格好のところを上からトントンと撃ったのですよ何この格好のところを上から撃たれたと聞いて2人の刑事は身の危険を感じてパッと左右に飛び抜いたそんなに騒いじゃ犯人に気づかれますよと 私は追いすがって言ってた。さあ早くこの建物の出口を固めるのですよし俺は飛び込むだがこの死体をどうする刑事がためらっているところへ折よく密航の警官が通りかかった2人はもの慣れた調子で巡回の警官を呼ぶと死体の警戒やら警察署への通報などを頼んだ 警官は幾たびもうなずいていたが刑事たちが「じゃあ願いますよ」と肩をたたくと背剣を握って忍び足に元来た道へ引っ返していったさあこれでいいじゃあ飛び込むのだ私たち3人は抜き足差し足でこの建物の周囲をくるりと回った。 表の王ドはほこりがこびりついていて動く様子もない裏手に小さい扉がついていて敷居に生々しい泥靴の跡がついているこれを引っ張ったが開かないいいから内側へ外してみろ経験がいかなる場合も鮮やかに物を言ったとの端がごとりと内側へ外れた それに力を得てぐんぐん押すと雲なく入り口が開いた中は真っ暗だ懐中電灯の光が動いた開花には大きな古ダルがゴロゴロ転がっているその向こうには1棟以上も入りそうなそれも大きなガラス瓶が並んでいるひどい雲の巣が至る所にかかっている ほこりっぽいえになんだか鼻をつくような酸っぱいにおいがするしかし犯人らしい人影は見えないじゃあ俺は入ってみるとオリー刑事は小声で言った山城くんはここでバをしていた前「うん私もお供しましょう」と申し出た そうか。だが危ないぞ俺はピストルを持っているけれどなあに平気ですよオリ井刑事と私とは一歩一歩用心しながら建物の中に入った樽の間を探してみたが何もない刑事は顎をしゃくったその方角にはしご段が斜めにかかっていた 階段を上るのだな、と私は思ったその時突然に刑事の懐中電灯が消えた階段を一歩一歩息を殺し足音をしのんで上がっていった今にもどこかの隅からピストルが公然と鳴り響きそうだったその時 オリーケージが私の腕を引っ張っ張たそして耳のそばにやっと聞き取れるくらいの声でささやいた2二階に手が届くようになったから一度懐中電灯をつけてみるピストルの弾が飛んでくるかもしれないから動いちゃいけないその後で懐中電灯を消すからその隙に上へ飛び上がるのだ分かったかね 私は小声で分かりまししたた。と返事した私を縛ろうとした刑事と同じ味方となって愛助け愛助けられながら殺人鬼に迫ってゆくのだなんと世の中は面白いことよ折井刑事がまた一段上に登ったするとさっと一閃、懐中電灯が2階の天井を照らした 明かりはかすかに震えながら天井を滑り降りると壁を照らしたそれから四方の壁をぐるぐると回ったしかし予期した銃声は一向ならない途端にパッと明かりが消えた「今だ!」私は会場に駆け上がったその拍子に嫌というほどグラグラするものに体をぶっつけた 見当を間違えて樽にぶっつかったものらしい10秒15秒パッと懐中電灯がともったしかし何も音がしないさては自分の思い違いだったのか私はイライラしてきたさあ今度は君がこいつを持って。 と刑事は私に懐中電灯を握らせ先へ立ってこの部屋へ回ってくれ危険だからねそう言って彼はピストルで敵を撃つまねをした私は電灯を静かに横へ動かした部屋には赤い画動用大きなガラス瓶だの樽だのが並んでいた しかし開花にはなかった変な機械が一軍を占領していたそれは古い化学工業の原初にあるようなレトルトだの対酸性の亀だの奇妙に曲げられた古いガラス管だのが大小工程をことにした課題に取り付けられていたのだったさあではこの建物は共産工場と倉庫とを兼ねているんだなと私は気がついた これは浜辺明治年間に来た西洋人がその頃日本に珍しくてかつ高価だった硫酸や硝酸などを生産して儲けたことがあるがそれに刺激せられてウゴの竹の子のようにできた共産工場の名残なのだおそらく震災で一度潰れたのをまた復活させてみたが思わしくないのでそのまま雲の住みに委ねてしまったものだろうそれにしても。 と突然に後方にガタンと樽の倒れる音がしたハッと振り返る間も遅く飛び出した黒い影がヒチのように階段を駆け下りた「待て!」森井刑事は叫び声を上げるか早いか海英を追跡して階段の下り口へ突進したそして転がるように駆け下りた 激しい共感と物の壊れる音とがごっちゃになって会荷から響いてきた出口にいた城山刑事に遮られて会館は逃げ場を失いそこで3人入り乱れての騒動が始まっているのであろうしかし私は懐中電灯を持ったままじっと会場の部屋に立ち尽くしていた 目の前にある何に使うともしれない科学装置がひどく私の心を捉えたのだったそれは奇妙な装置でもあったが私の興味を引いたのはそれが奇妙なことよりもむしろ生々しい感じがしたからだった室内は荒れ果て樽は真っ白なほこりにまみれ天井には大きい雲の巣がかかっているという古めかしさの中に「その科学装置ばかりは」 ほこりのほの字も付着していなかったからであった私は事件の謎がまさしくこの場に隠されていることを感づいたよしこの秘密を解かずに置くものか私は腕組みをしたまま石のようにいつまでも立ち尽くしたのだった怪しき取引 その次の日の夕方私は同じ伊勢崎町で素晴らしい晩餐をとっていた前日と違っているところは連れが一人あることだった総兵爺さんというすこぶる風妻のあがらの老人が私の客だった「オンニマザドン」と総兵爺さんは目をしょぼしょぼさせていったあんたに巡り合わなければ 今頃はじゃ首をくくっていたかもしれん。あのカンカンドラが人殺しの嫌疑でお上に捕まったと聞いた時はどうしてわしゃこうも運が悪いのかと力も何も一度に抜けてしまっての。カンカンドラというのは例のセンターの親分にあたる男で夕べあの海岸通りの古建物で 折井山城の2刑事に捕まった会館のことだった彼は初はめ会場に潜んでいたが私たちをうまくやり過ごしたところで階段を下りて逃げ出したが出口に頑張っていた山城刑事に退路を断たれたじろぐところを追いすがった折井刑事にくみつかれそこで大乱闘の結果とうとう幕に就いたというわけだった。二人の刑事は、 案の定大手柄を立てたことになったその喜びのあまり一旦不信をかけた私だったが何事もなく話してくれたのだったしかし捕らえたカンカンドラというギャングの顔役は当局の尋問に対して思うような自白をしなかった彼の手先である赤ブイのセンタ殺しの一件を追及しても首を横に振るばかりか 例の証拠を差し付けても一向恐れいらなかった金がね手ごわい悪党だとは考えていたがあまりにもひどく否定し続けるので係官も少し疑問を持つようになったと今日森井刑事が不満そうに語ったことだったそれに引き換えカンカンドラ捕縛とともに明らかな失望を抱いたのはこの宗平爺さんだった彼は あのの古い建物の持ち主だった。彼は本目で働いている彼の一人娘清子を除いてはこの古い建物が彼の唯一の財産だったところで総平じさんは目下大変な財政的ピンチに臨んでいるのだったそれは千年ついうかうかと氷菓子の証文に連帯の判をしたところその借り主がぽっくり死んでしまって。 そのために気の毒にも明日が期限の1,000円の調達に甥の身を細らせているのだった下手をすれば娘の清子をすみ替えさせてさらに莫大な借金を愛児の上にかけさせるかそれとも首をくくって死ぬよりしかたがなかったのだったせんかたなく物は相談と思いカンカンドラのもとを訪ね あのボロボロの建物を心ばかりの抵当ということにしてあれでは200円も貸すまいと言われた1000円の借金を申し込んだ虎は何と思ったかそれを二つ返事で承知して宗平爺さんを帰らせたそれは今からひ月前のことだったしかしカンカンドラは一向に金の方は渡す様子がない それで最速に行くと期限の前日までに渡してやろうという話だったところが明日が約束の日という昨夜になってカンカンドラが突然警察へ監禁されてしまったのでじいさんは失神せんばかりに驚いた顔色を変えてカンカンドラの留守宅へ行って今までの事情を話すとともにこの際是非に融通を頼むと嘆願をした しかし留守を預かる人たちは老人の話を鼻であしらって追い返した「親分がこんなことになっていてそんなことが聞かれると思うかいい年をしやがって」という挨拶だった心臓が止まるほど驚いた総平じいさんは泣く泣く我が家へ帰っていった「みちみちこの上は娘に事情を言って新しい借金を負わせるか」 さもなければ首をくくろうかといずれにしても悲壮な腹を決めかけていたところへ私が後ろから声をかけたのだったじいさんとは私が少年時代から知り合いの中だったとまあこういうわけだったじゃあじいさん私がカンカンドラに代わってあれを1000円で譲り受けようと思うがどうだねと事情を聞いた私は相談を持ちかけた

その宣言は実を言えば銀座を出るとき仲間から選別に送られたいわば友達の血や肉のように尊い金であったけれど老人はわなわな震える手にそれを受け取ったそして指先につをつけて一枚一枚紙幣を数えていった確かに千両わしゃ俺の言葉がない俺は言うに及ばないよ

あれを買いたいなんて物好きはこれから先出てきっこないよ。あんたには気の毒だけれど。ハハハ。私は総兵いさんを外に送り出した。老人のいそいそとした姿が街角に隠れてしまうと、私は船会社と東京から連れてきた身内の人とに電話をかけた。それから外へ飛び出した。 それは私が浜に来た仕事の肩をつけるためだったどんな仕事ギャング踊るその夜は大変遅くなった宿に帰った私はなんだか体中がムズムズするほど嬉しくなって寝台に着いたけれど一向眠れそうもなかった とうとう給仕を起こしてシャンパンを冷やして持ってこさせると独尺でぐいぐい引っ掛けたしかしその夜はなかなか酔いが回らなかったその代わりいろいろの人の顔が浮かんで消え消えた後からまた浮かび上がった銀座の花村貴金属店のショーウィンドウをガチャーンと壊す覆面の快感が浮かぶ 9万円の金塊を小脇に抱えて走ってゆくうちに覆面がパラリと落ちてその上から現れたのは赤ぶいのセンタの赤面だすると横合いから蛇のような目を持ったカンカンドラがひょっくり顔を出す途端にセンタの顔がキューッと苦紋に歪むカンカンドラの唇に薄笑いが浮かんで 手に持ったピストルからスーッと白煙が這い出してくる2人の刑事の顔宗平爺さんのうれしそうな顔そして幼なじみの清子の無邪気な顔それがみるみるあでやかな本目の女の顔に変わる明日になったら清子に一度会ってくるから清子も会いたいと言っているって宗平爺さんが言ったが。 バカバカてめえはなんてとうへんぼくなんだろううぬぼれが強すぎるぜまだ仕事も一人前にできないのに自重したりうぬぼれたりしているうちにようやく当然と酔ってきたそしていつの間にかぐっすり眠ったものらしいコツコツコツ慌ただしいノックの音だそれで目が覚めた 気が付いてみると空気窓からは明るい日の光がさし込んでいた時計を見ると午前9時「なんだまだ早いのに」と私は不満だった「朝っぱらからうかがいやして」とドアの向こうでしきりに謝っているらしいのはどうやら宗じ爺さんの声だった私は思わずギクンとした ドアを開いてやると転がるように宗兵じいさんが入ってきた顔色は真っ青だ不眠か興奮のせいかまぶたが腫れ上がっている早いもんでボーイさんも相手にせず電話も通じてくれないんでと老人は恐縮したなんだねこんな朝っぱらから私はチェリーを取って口にくわえた いやマサ殿今日は早朝からわしも大騒ぎさあのカンカンドラの一家がわしのところへ押し寄せてきやったおお私は紫の煙を天井高く吹き上げた美しい煙の輪がくるくる回る昨日は点で相手にしなかったあの海岸通りの建物を買うというのさ うんわじゃはらがたっててきびしくはねつけてやったよあれはもううっちまったもうおそいよとなするとそれはいかんぜひこっちへうれというそれはダメだとなおもつっぱねるとむこうはやっきさこっちへかいもどさねばおやぶんにすまねえ 占いというのなら、てめえは、怒かしちゃおけねえと脅しやがる。それが、どうも、本気らしいので、マサドンのゆうべの話もあり、じゃあ、ちょっと相談してくると言って、その場は収めたが。と、宗平は顔を狂わせた。じゃあ、売っておやりよ。おいえ 売ってやるが少し高いがいいかと言うんだ5,000円なら売るが1問も引けないと単価を切るんだそいつはどうも言うのが嫌なら私はあの建物を手放さないよそいつは冗談だがこいつは儲け話なんだ相手はきっと買うよあいつらはきっと今朝方留置場のカンカンドラと連絡をしたのだ その時、買っとかなければてめえたちと縁を切るぞぐらいなことを言って脅したんだよ。カンカンドラから出た話なら、五千円にはきっと買う。やってごらんよ。総平ヘじいさんは私が心を翻さないと見て諦めて帰りかけた。ああ、ちょっと。と私は呼び止め。いいかいじいさん。 五千円をつかんだらすぐ浜を立つんだ娘さんも連れて行くんだぜどうしてもうこの上浜に至って面白いことは降ってこやしないよお前たちは苦しくなる一方だいい加減に見切りをつけて浜をおさらばするんだぐずぐずしていりゃカンカンドラの一味にひどい目に遭わされるぞそしてその五千円だが それもじいさんにあげるよ。小さいときいろいろとかわいがってもらったお礼にね。五千円をと、宗平老人は目を丸くして。五千円よりもその言葉がうれしいが、一体わしたちはどこへ行けばいいのかね。こうなると。 わしはお前のところから遠く離れるのが心細くなるよ老人は喜びの後でまた両岸を潤ませた満州へ行くんだちょうど幸い今夜11時に浜を出る貨物船清見丸というのがあるその船長は銀座生まれで親しい先輩さそいつに話しておくから今夜のうちに港を離れるんだ 満州かいそれもよかろうじゃあ娘さんに話をしてすぐに支度にかかるんだ他には誰にも話しちゃダメだぜそりゃあ大丈夫だと老人はうなずいてじゃあ万事お前さんの言うとおりにしようそれでは順序としてまず 5,000円の商談をしてこようちょっと待ったと私は老人を呼び止めたあの建物の取引だが今夜の10時にすると言ってくれバカに遅いじゃないかね今すぐじゃまずいのかいちょっとまずいのさというのはあれを私が買ったから中身を少し運び出してしまったのよ そいつを元通りに返すとすると、どうしても午後十時になる。ええー、中身よね。老人はいぶかしそうにつぶやいた。中身というとあの山の入っている。そうさ、山をあるところへ持って行ったのさ。買ったからにゃ宝物は私のものだからね。 そういえばカンカンドラの一味もあの中身をそっくりつけてと言ってたよ。こいつは変だぞ。おいマサドンうわさに聞くとあのカンカンドラが銀座の金塊を盗み出したというがお前はゆうべあの建物にカンカンドラがかくしてあった9万円の金塊を探し出して運び出したんだな。 金塊はなかったよと私は朗らかに言った金塊どころか金の延べ棒も入っていなかったことは警官たちがいちいち検査して認めているよおおその時警官が立ち会ったのかい立ち会ったともさ何しろその中身は今警察へ行っているんだぜええー、中身が警察へねえ わしはわからない。一体その珊瑚をどうしようというので。今に公害が出る。その時わけがわかるよ。浜よさらば。その夜ふけて、私は貨物船清見丸へ僧兵親子を見送りに行った。 乾板にうずたかく積まれたロープのおか,げから私たちは美しい港の明かりを見つめていた「藩を離れるとなるとやっぱり寂しいわ」と清子が丸めたハンカチを鼻に当てた「清子ぜいたくを言っちゃ罰が当たるよ」と宗平老人が言った「マザドンが来てくれなくちゃ」 お互いに今頃は死骸になって転がっていたかもしれないでもところが死骸にならないばかりか借金を返した上に5,000両の金まであるその上言い分があってたまるか感謝しているわ私たちはいろいろと儲け物をしているのにマサちゃんは損ばかりしているのね そうでもないよ、と私は笑った「どうだマサドン」と宗兵老人はこの時真顔になっていったこの辺りで一件のお話を聞かせてくれてもいいじゃないかあの倉庫から運び出した中身のことそれからお前が浜へ流れてきたわけなどじゃあ 土産話に言って聞かせようが私はそこで一軒の要領を買いつまんで話をした私は宗兵老人から倉庫を1,000円で買ったがあれには大きな自信があったのだったあの夜秘密に倉庫から警察へと運んだサンは大きなガラス瓶に入って全部で25個だった それは見たところ黄金の形は一向になくて透明な液体にすぎなかったがしかし本当は9万円の黄金がこの液体の中に溶け込んでいるのだったそれはなぜか王水という強酸があることを人々は知っているであろうそれは硝酸と塩酸とを混ぜた金さ酸であるが この山に黄金をつけると初めて黄金は形が崩れやがて全く形を失って駅の中に溶け去るそれでこの協賛に黄水という尊い名前がつけられている黄金を黄水に溶かしたのは私ではないそれは今殺人罪で警察に監禁せられているカンカンドラの仕事だあいつはそれを あの海岸通りの古い建物の中でしとげたのだ9万円の金塊は手下の赤ぶいのセンタを使って銀座の花村貴金属商から強奪させたセンタが逃げ帰ってくるとレンガ台のその金塊は巻き上げセンタの身柄は身内の外に隠したしかしセンタがいずれそのうちにしゃべるのを恐れたカンカンドラは 残虐にもセンタに報酬をやると言って呼び出したセンタは何も知らず言いつけ通り海岸通りの古建物の前へ来て口笛を吹いたのだろうカンカンドラはセンタと一室に会うのはセンタのために危険だとうまいことを言いあの建物の2階から報酬の金貨を投げ与えたのだセンタが地上に散らばった金貨を拾おうとかがんだところを 2階からカンカンドラが消音ピストルを乱射して殺してしまったのだったセンタの行動に不信を持っていた私はあの会合の時間も場所も知っていたのだったとにかく気の毒なセンタだ焼死旋盤なのはカンカンドラだあの古い建物を総兵爺さんの手から買い取ったと喜んでいるだろうが 9万円の液体黄金のなくなったことは夢にも知らないのだ今夜私が運び入れておいた中身の酸は分量こそ同じ25瓶だが東京から買った純粋の酸でしかないカンカンドラのやつ後でそれを分析してみて1問目の金も出てこない時にはどんな顔をすることだろうか失望と憤怒に燃えるあいつの顔が見えるようだ と話をしていると、総兵老人は私の言葉を遮った。それはいいが、その9万円の黄金駅はどう始末したのかい警視庁へ引き渡したよ。どうだかねえ、9万円じゃないか。いかにも惜しい儲けものだのにという顔をした。本当に渡したよ。 私は金が欲しいわけでこの仕事をやったんじゃない目的は銀座の縄張りへ切り込んできたカンカンドラの一味に一泡吹かせたかっただけさそれじゃあ警視庁は大喜びだろううん大手柄と分かった時の折井山城の二刑事の嬉しそうな笑顔が再び目の前に見える 二人は意気揚々と本町へ引き上げていったことだろうその時回覧を知らせるドラの音が選手の方から響いてきたいよいよお別れだ私は帽子に手をかけたお父さん今まで黙って聞いていた清子が突然顔を上げたなんだ清子私は船を降りるわよ そういういが早いか清子はトランクを両手で持ち上げた何を言うんだ浜マにじゃ命がないカンカンドラの一味はハリこの人形じゃないぞ命が危ないくらい私知っているわでも私死んでもいいのよマサちゃんのそばに少しでも長くいられるなら。 清子は疲れたような瞳で私の方に顔を向けた宗平は気が転倒してしまってイチゴも発することができないでいるドラは船内を一巡してまた元の選手で鳴っていた出発はもうすぐだ腹を決めた私はいきなり清子の手からトランクを取ったまあうれしい私 降りてもいいのいのやいけない私は手に持ったトランクをそっと下に下ろした清子は顔を両手の中にうずめた清子は顔を両手の中にうずめた私はトランクの上に静かに腰を下ろしたそしていつまでも動かなかったドラはもう鳴りやんで 清美丸は静かに動き出した満州へ満州へ銀座に分かれて満州へそれもまたいいだろう折からふ頭の方からリリリリッと郊外よりの鈴の音が聞こえてきた私の鑑定にはその号外の上に組まれた初号活字がありありと見えるようだ その時私の耳元に魂をゆするような熱い息遣いが近寄ってくるのを感じたのだった」。